どうもアフロゼットです。そしたらですね、今回は対空ミサイルの撃ち方をやっていこうと思います。最初の動画でですね、ミサイルの概要についてお話ししたと思うんですけれども、今回は対空ミサイルの、2つの誘導方法について見ていこうと思います。ちょっとはい、まずですね、ここ戦闘機用意しています。で、これね、まだ武装がついてないかな。武装はつけてませんね。で、先にですね、AI パイロット、フライトコンピューターというやつと、ウェポンマネージャーをつけています。AI パイロットの方は、まあ、なくても問題はないですね。これは、自動操縦用のやつですね。一応開いておきましょうか。BD アーモリーの方のコントロールのところにありますね。この中の、これかな。これが AI パイロットコンピューターというやつです。で、もう一丁。ウェポンマネージャーですね。これは絶対つけておいてください。非常に大切な部品です。武装を、コントロールするときには絶対これが必要になりますので、これをつける必要があります。はい、まあどこでもいいんです。これつける場所はね、隠れた見えないような場所につけても構いませんし、とりあえず1個だけつけといてくれてれば問題ありません。そしたら、武装をつけていきましょうか。じゃあ今回はミサイルの、まずはミサイルのはめるやつですね。このアジャスタブルミサイルレールっていうのをつけていきましょう。これをそうだな、まあ2個ぐらいあればいいかな。はい、両翼につけました。で、ミサイルを、熱感知のやつが、サイドワインダーですね。サイドワインダーを、サイドワインダーを一つと、あとレーダー誘導のやつは、アムラームかな。うん、AIM120 のアムラームをつけましょう。はい、こんな感じですね。で、この熱感知誘導および、レーダー誘導にはですね、部品が必要になってくるんですね。何の部品かというと、この BD アーモリータブの中のレーダーズっていうね、タブがあると思います。ここ開いて、こう部品がいろいろ出てくると思うんですね。で、ここら辺が基本的にレーダー関係の部品です。で、その中の、これかな。AN-APG63 レドームとか、その左側にある ANAGP、インラインレドームかな。これは胴体につけられるとか、これが先頭部分っていう違いはあるかもしれないですけどね。これも先頭部分かな、レドーム。これが対空用のレーダーですね。対空用のレーダー。で、下の段にあるのが、これがエアトゥーグラウンドなので、対地用の、空対地のレーダー。まあ、対地用ですね。で、他にも、こういうレーダーも存在していますよと。あ、これちょっと違うな。これ、ソナーは、これ海かな。こういうのがたくさんあります。で、今回は、対空で、ミサイル発射しますので、対空レーダーですね。AN-APG63 ってやつですね。使うんだね。で、これどれでもいいので、この中に設置してあげましょうと。そうすると、じゃあちょっと部品変えるので、ここの先頭切ってこっちに対空をつけると。で、こっち対地用のつけとこうかな。一応じゃあ今回使わないですけどね、はい、こういう風にしてレーダーを設置してあげてください。で、設置できたならば、ここからあとは飛ばしていくという感じです。ここまでですね、まず設定はね。
まあ、一回おさらいすると、このレーダーですね。レーダーつけてあげましょうと。対空レーダーですね。対空レーダーをどれでもいいからつけてあげてください。それと、これは基本的なことなんですけども、ウェポンマネージャーもつけると。あとはミサイル設置してね。というところになります。それでは飛ばしていきます。はい、それでは行きましょう。標的はですね、はい、こっちにいます。無人航空機を用意しております。よし、じゃあちょっと無人航空機飛んでもらいましょうか。はい。で、こっちの方も飛ばしていきましょう。はい、そしたらですね、行きましょうかね、攻撃ね。この BDA ウェポンマネージャーというのが開いています。先ほどつけたね、ウェポンマネージャーのやつです。部品のやつですね、これが。なので、これがないとここがね、操作できなくなりますので、絶対あの部品つけてください。で、ちなみにこの BDA ウェポンマネージャー開いてないよっていう人は、この右の欄のこの BDA の、こいつを押してくれたら、表示ができますのでね。はい、それで、まずはじゃあどっちから行こうかな。このウェポンズを開いてもらって、ここでねミサイル、まあ、武器ですね、武器を選択することが可能です。でですね、まあ一回やってみますか。これこのまま武器選択してもなんかなんてことならないんですよね。特に何も変化ないですよね。で、サイドワインダーだけこう丸がつくんですけど、このままですね、ロックオンってできないんですね。なので必要なのが、このモジュールズにある、レーダーですね。先ほどつけた ANAPG63 レドーム。これかな。これがこの先頭につけたやつですね。これを起動してあげます。そうするとですね、これで、ロックオンがすることが可能です。まずじゃあこのままサイドワインダー行きましょうか。今 AIM9 サイドワインダーです。はい、そうするとですね、レーダーのところに点滅が出てきますね。こんな感じですね。これが敵だよということです。で、サイドワインダーの場合にはまあこのままで構いません。あ、それとごめんなさい、このトリガーイズディスアームド、これをポイントチェックしてください。これでね、あのクリックみたいなことで、できますね。はい、そしたらこの、距離がちょっとまだ長いかな。はい、これでですね、レーダーのとここいつクリックしてあげてください。そうするとこれが一応ロックできたよってことなんですけど、これまだですね、ちょっともうちょっと待ちましょう。これね、 AI パイロットにするとすごく簡単になるんですけれども、まあそこは最初はね、手動で楽しんでみるともいいんじゃないかな。今ここ点が出たの分かりますかね。これでロック完了です。さっきまでこの緑の点出てなかったと思うんですけど、さあこれで、打ちますよと。で、打つときですけど、左クリックを微妙に長押ししてください。いきますね。ああ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと曲がりやがったな。ちょっと待ってね。はい、これですね、今みたいにこうビュンとね、点がついた。ここで左クリックをちょっと長めに押してください。そしたらこうミサイル発射します。ポンとクリックするだけじゃ発射しません。少し長めに押してください。これでポンとヒットしましたよと。こんな感じになります。熱誘導のやつですね、これがですね。
そしたら次に、レーダー誘導の方行ってみましょうか。はい、それではレーダー誘導行ってみましょう。レーダー誘導も先ほどの熱誘導とほとんど変わりありません。またね、レーダーを起動させてください。 ANAAPG63 のレドームです。はい、でちなみにこのレーダー左上のところで範囲をね、こう変化することができます。1キロから40キロまでですかね。今回20キロぐらいにしとこうかな。はい、で相手が今後ろですね。このレーダーですけども、この前方にしかレーダー反映できません。で回転させるやつがあるんですけど、航空機にはあんまつかないかなっていうタイプですよね。それだとね、全方位360度範囲できますけどね。航空機につける場合のやつは基本的に前方にのみレーダー波が行くという感じでしょう。で、今回は AIM120 アムラームです。またさっきと一緒、トリガー is this arm をチェックしておきましょう。はい、でさっきの同じで、これ緑の丸は出ません。で出ないとどうするのかということになりますけれども、まずですね、まずちょっと待ってくださいね。これ旋回能力悪いな、このセット。はい、レーダー映りましたね。これですね、これをクリックしてください、このね。はい、そうすると緑の円が出てきます。で緑の円が出てきて、でもこれ多分もうロックできてますね。はい、別にこの中も入れなくてもいいと思うんですけどね、緑の円の中に。はい、これでも発射すれば大丈夫です。はい、さっきと一緒、左クリックちょっと長めですね。はい、で発射。さあ、あと当たるかなっていうところでしょう。はい、ヒットしたと。こんな感じになります。はい、ということで、熱誘導、レーダー誘導ともにですね、このレーダーが必要になってきますよということです。で、熱誘導の場合には、サークルですね、ミサイルの、ちょっと出しますね。AI もこの緑の円に入れているとロックされますので、そこで感知してくれればいいと。で AIM120 の方はレーダーのところで敵機にこうチェックしてあげる。でそうすると一定度したらロック完了できますので、そこで撃ってあげる。そこの違いかな。まあ共にそんなに難しくないです。このレーダーをね、ちゃんと起動させてあげたりすれば、あとは自動でやってくれると思いますので、そこに注意してやってもらえればいいかなという感じです。はい、ということで、今回は対空ミサイルの熱感知レーダーと、熱感知誘導、ごめんなさい、熱感知誘導とレーダー誘導のミサイルに関してでした。熱感知はもうサイドワインダーしかありませんけども、レーダー誘導の方は AIM120 の他にもね、何種類かあったと思います。が全部一緒です。やり方は全く一緒ですので、これやってみてください。はい、じゃあ以上今回の動画でした。ご視聴ありがとうございました。